こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Gmail のめちゃくちゃ便利な機能、不在メールを自動で送る方法についてご紹介いたします。それでは早速、まずはパソコンから不在メッセージの設定を行ってまいりましょう。パソコンで不在メッセージを送りたい Gmail のアカウントにログインをしてください。ログイン完了いたしましたら、画面右上のこちらの歯車マーク、設定ですね、こちらをクリックしてください。そうするとこのようなメニュー開きますので、一番上のすべての設定を表示、こちらをクリックします。そうするとこのような設定画面が開いて、今全般というタブが開いていると思います。このまま画面を一番下までスクロールをしてください。そうすると一番下に不在通知という項目がありますので、ここで不在通知メッセージを設定してまいります。まずはこの不在通知オフに今チェックが入っているので、オンの方にチェックを入れてください。これで設定になります。続いて開始日なんですが、これは自分の好きな日にちを設定することができます。クリックするとこのようにカレンダーが開きますので、対象の日にちを設定してください。では例えば次の週末、30日から31日の土日の2日間、ここはもう全然メールもチェックできないし返信できないなということで、まずは開始日30日を設定していきましょう。続いて終了日、こちらチェックを入れてください。そうすると自動的に1週間後の日程になるんですけれども、ここもクリックするとカレンダーが開いて自分の好きな日にちに変えることができますので、これはじゃあ31日を選択して日程を設定してください。続いて件名、これはメールのタイトルになりますね。タイトルを入力してください。例えばじゃあお休みをいただきますとかっていう風にタイトルをつけます。続いてその下、メッセージというところ、この枠の中に本文を入力していきます。例えばではこのように、週末お休みになりますので返信月曜日以降となりますということで本文を入力いたしました。なおリッチテキスト形式を選択すると、文字の太さを変えたりとか文字の色を変えたりすることもできるようになっております。テキスト形式ですと簡単なメールになります。そしてその下、連絡先に登録されているユーザーのみに返信するという項目があります。こちらチェックを入れておくと、この自分の Gmail アカウントで登録している連絡先の人から来たメールにだけこの返信メッセージを送ることができるようになります。例えば土日にメーカーなどから届いたメルマガとかにも自動返信をしてしまうとちょっとおかしなことになってしまうと思いますので、こちらチェックを入れておくと連絡先に登録のある人のみ返信をすることができるようになっております。よろしければこちら変更を保存、こちらをクリックすると設定が完了となります。そして設定完了するとこのように画面上部にこのような黄色い表示が出てまいります。ここにはこのお休みをいただきますというのは不在通知メッセージのタイトルですね、タイトルが表示されて、そして今すぐ終了、不在設定と出ております。でこの不在設定の方をクリックすると、先ほどのこの設定画面の全般の不在通知設定の画面が出てまいりますので、ここで何か修正などある場合は修正を行ってください。この不在通知メッセージを設定している間に届いたメールに対してはこのようにメッセージ返信を自動的に行うことができるようになっております。なお不在通知設定、先ほどスケジュールをして設定をしましたので、その日にちが終われば自動的に解除にはなるんですけれども、自分で解除をしたい場合は Gmail 開きますと、不在通知メッセージの設定中はこのような黄色い帯が画面上部に表示されておりますので、こちらの今すぐ終了をクリックすると設定を解除することができるようになっております。それでは続いてスマホから設定する方法をご紹介してまいります。今回こちらの動画では Android を使って解説をしてまいりますが、基本的なやり方は Android でも iPhone でも同じになります。なお、解説ページでは iPhone の画像で解説をしておりますので、よろしければそちらも参考にしてみてください。では Gmail を起動いたしましょう。Gmail 起動いたしましたら、
画面左上の3本線の部分ですね、メールを検索とあるその左側の3本線、こちらをタップしてください。そうするとこのようなメニューが開きますので、一番下までスクロールをすると、下から2つ目に設定という項目があります。こちらをタップして開いてください。で、今私のこのスマホには複数の Google アカウント登録しておりますので、このようにアカウント選択する画面が出てまいります。複数の Google アカウントを設定されている場合は、対象となる Google アカウントを選択してタップしてください。そうするとこのようなそのアカウントの Gmail の設定画面が表示されますので、こちらまた下の方にスクロールをしてみてください。そうするとだいたい真ん中ぐらいになるかと思うんですけれども、不在通知という項目がありますので、こちらをタップして開いてください。そうするとこのような画面が出てまいります。iPhone の場合は不在通知というこのスイッチだけがまず表示されると思いますので、このスイッチタップしてオンにしてください。そうすると Android の場合この下が表示されるようになって、ここで不在通知用のメッセージを入力することができるようになります。そして開始日と終了日というのが設定できるようになっております。例えば週末お休みをいただいて返信ができないなという場合は、こちら週末の日にちを入力しておくと便利かと思います。例えばこちらをタップするとこのようにカレンダーが表示されますので、30日の土曜日から終了日、こちらはタップするとこのように候補がいくつか表示されます。例えば1週間後とかいう風に出てくるんですけれども、こちらカスタムをタップすると自分の好きな日にちをカレンダーで設定することができますので、31日の日曜日を設定して、そして OK をタップして週末土日を設定することができました。そしてその下メールの件名ですね、タイトルと実際の内容を入力することができるようになっているんですけれども、こちら1回登録をしておくと2回目以降は同じ文面を使うこともできるようになりますので、前回登録しているとその文面そのまんま使うことができるようになっております。そしてその下連絡先のみ送信という項目があります。こちらチェックを入れておくと、このアカウントで登録をしている連絡先、電話帳ですね、その連絡先からメールが来た場合のみその相手に返信をすることができます。返信先を決めて返信したい場合はこちらチェックを入れておいてください。日にちの設定と文面タイトルの設定が完了いたしましたら、よろしければ Android の場合は画面右上の完了、 iPhone の場合は画面右上の保存をタップして設定は終了となります。今一瞬下に不在通知設定が完了しましたというようなメッセージが出たんですけれども、スマホの場合パソコンの時のように画面上に今不在通知設定をしていますよという表示は特に表示されませんのでご注意ください。なお実際に不在通知設定中にメールを送ってきてくれた相手にはこのようにすぐに返信メールが送られるようになっております。なお先ほど日程でスケジュールを設定しましたので、その日程が過ぎれば不在通知メッセージは自動で解除されるんですけれども、それよりも先に自分で解除をしたい場合、スマホの場合は画面上に何も表示が出てまいりませんので、この画面左上の3本線から設定を開いてアカウントを選択して不在通知をオフにしてください。このように Gmail ではすぐにメールの返信ができない時用に自動でメッセージを送る機能が搭載されております。例えば長期休暇などでメッセージ、メールをすぐに確認できない、そしてすぐに返信ができないというような時には自動返信ができる不在通知メッセージを設定しておくととても便利だと思います。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。
最後までありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価ボタン、またチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画にご質問のある方はお気軽にコメント欄へご質問くださいね。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。また music.jp にてオンラインサロンも開催中。オンラインサロンでは YouTube ではお話ししていないようなこともお話ししていますので、ぜひ参加お待ちしております。